帰らんですけど志望校に合格する受験生のフェーズの過ごし方をご紹介したいと思います学校がある日どのように受験勉強を進めたらよいのかわからないという声が非常に大きかったので要点だけを端的に時系列でサクサクご紹介していきたいと思いますというわけで早速見ましょうまずやっていただきたいことは固定時間で起床するということです起床時間6時でも7時でも何時でもいいですがなるべく早めに起きるのがおすすめですこれなんでかっていうとのっそろご紹介しますが朝にどうしてもやっていただきたい勉強があるからですまた早起きも重要ですが睡眠時間も必ず確保しておき 記憶の定着が行えないのは睡眠している最中ですし、睡眠不足だと日中に全く集中できなくなってしまいます。したがってもちろん個人差ありますが、毎日7時間以上は眠るようにした方がいいでしょう。というわけで次にやっていただきたいのがすぐに学校に行くということです。せっかく早起きをしたのだから、学校へ行く前に家でがっつり勉強してしまおうというスタイルももちろんいいと思います。しかし朝起きの直後はぼーっとしていて頭が回っていないことが多いので、身短くをパパッと済ませてすぐさま家を出発してもいい電車内や学校で勉強した方が効率は最大化すると思います。というわけで次にやっていただきたい 電車内で前のの夜に暗記したものを復習するということですいよいよ通学時間を活用して勉強をスタートさせていくんですが、電車内では前日の夜に暗記した英単語、古典単語の復習をするのが最適です。これなんでかっていうと、日本大学研究で、夜に暗記して睡眠して翌日の朝に復習すると、記憶にかかる時間が半分になり、より長期的に記憶に保持されることが判明しているからです。例えば僕は寝る前に英単語を100個覚えて、睡眠して、翌日の朝に100個復習するということを毎日繰り返していましたが、本当に効率よく覚えられていた記憶があります。 英語の復習はすぐに終わってしまうよという方々は、英語のリスニングをするのもおすすめです。毎日30分間リスニングすれば、1年間でかなりの実力は身につくでしょう。また、学生時代の僕のように自転車通学をしているよという方々は、みんなより早めに学校に到着してしまって、教室や図書館で単語暗記に励むといいでしょう。というわけで、朝の勉強が終わったら、学校の授業にも精一杯取り組んでいただいて、授業がすべて終わったら、即帰宅するか自習して向かいましょう。ここで一番のポイントは、すぐに帰宅してしまうということです。放課後まで学校に残っていると、ついつい友達とダってしまって、 に時間が解けてしまいまいすもちろん、たまには息抜きするのも重要ですが、ライバルはその間にもどんどん学力を伸ばしてしまっているので、学校が終わったら基本的には即帰宅するか、自習室へ向かうかしてしまいましょう。というわけで、次にやっていただきたいのが、眠いときは10分仮眠しましょう。学校終わりで眠くて集中できないという場合には、タイマーを設定して、10分間程度の短い仮眠をとってしまうのがおすすめです。実際、不倫出したい研究を見てみると、わずか10分間の仮眠をとるだけで、覚醒度と認知機能のパフォーマンス向上が期待できると示されております。ただし、10分以上仮眠すると、夜の睡眠に影響を与える可能 可性がありますので、ベッドには横にならず、机の上にツップして目を閉じるようにすると良いでしょう。また、仮眠というと眠らなきゃいけないと思う方も多いんですが、目を閉じるだけでも十分回復効果あるのでご安心ください。というわけで、次にやっていただきたいのが、平日の勉強は1。2科目に絞るということです。平日の勉強時間は多くとも5。6時間ぐらいしか取れないと思うので、あれもこれもと手を出すよりはいさよく1。2科目に絞ってしまった方が、むしろ勉強効率は上がります。今日は英語をやろうかな。数学をやろうかな。やっぱり国語をやろうかな。といつも頭はこんがらがってしまうようであれば。潔。 数学1点突破してしまった方がいいでしょう。実際、スタンフォードライン研究でも、人間は選択肢の数を減らすほど思い悩む時間が減り、集中力がアップするのが判明しております。というわけで、次にやっていただきたいのが、ながら勉強しないということです。たまに勉強時間を捻出できないからといって食事しながら勉強したり、お風呂に入りながら勉強したりする方々がいるんですが、実はこれあんまり効率よくないんじゃないかなって個人的には思います。やっぱりお風呂入りながらとかだとのぼせちゃってあんまり集中できないんでね。したがって、例えば僕は食事やお風呂は最短最速でパパッと済ませて浮い。 で、がっつり勉強するということを実践していましたし、この方がメリハリがついて勉強効率が高まるんじゃないかと思います。もちろん、最終的には自分に合ったやり方をしていただいて ok です。今日だけラスト1日の最後にやっていただきたいのが単語暗記です。先ほど述べましたが、リオン大学研究で夜に暗記して、睡眠して翌日の朝に復習すると記憶にかかる時間が半分になり、より長期的に記憶に保持されることが判明しているので、夜は英単語古典単語を100個覚えてから睡眠するというルーティンを確実に身につけてしまうというのが本当におすすめです。そして、単語暗記が終わり次第、日付が変わる前まで。 してしまえば毎日の勉強パフォーマンスが非常に安定しやすくなると思いますというわけで、志望校で合格する受験生の並列ルーティンをまとめると、こちらのようになります。受験期は毎日が勉強、勉強、勉強の繰り返しで、辛くて辛くて本当に大変な時期だと思いますが、この1年間の修行期間を何とか耐え忍げば、きっと明るい未来が待っているはずですので、行動が皆さんのモチベーションの一つになってくれたら幸いです。ボトルスリー、高齢ご衆と、ボーゴシュチャンネル C です。春日、ご視聴あそした。